ゆいわた1902年の新橋芸者の霊ゆいわたは、日本髪の島田曲げの一種。江戸時代後期からの髪型で、潰し、島田の曲げの部分に曲げかけとして、黄色の鹿の子絞りのちりめんをかけたもの。名前は真綿を束ねたものに似ることに由来する。主に未婚の若い女性が言う。別表記、ゆいめん、血姫、ゆつ潰し島田という、もっといの部分がへこんだ。 島田曲げの一種にかのこしぼりの七里面の手柄をかけたもので、曲げの形自体は潰ししまだと変わらないが、手柄の赤が目立つ、若く華やいだ印象の髪型である。日本髪に使われる手柄、曲げかけは時代、身分、年齢によって様々であるが、天保制頃までの江戸では、七里面をかけることが盛んに行われた。京阪ではこれを田草と曲げにかけ、 それを、ゆいわたと呼んだ。ゆいわたは、江戸後期には町娘、芸者、遊芸の師匠などにも言われたが、江戸末期から近代にかけては、主として、若い娘、特に、下町娘と呼ばれる人々に好まれたとされる。1902年の東京の髪結の談話に、半玉から一本にという水離れ際に、ごく、良い髪型で、可愛いらしく娘柄を見せまする。 素人のところでも十五六の時はしごく良いものです。新橋ではなかなか流行マスとあり、明治後期でも反玉の若い芸者や町娘ら、十代半ばから後半の女性に言われていたらしいことがわかる。現在でも二月の節分行事、お化けで京都の舞子たちが言い換える人気の曲げの一つでもある。もっといの上に赤い彼の子のちりめんの手柄を結びつけ、平打ちかんざしや花かんざし、 飾り串などで少女らしく華やかに装う。島まだまと基本的に変わらない。まず前髪をふっくらと心持ち張り出しながら布紐でまとめて後ろにやる。瓶は自然に丸みを帯びて張り出させ、後ろ髪を後頭部で高く一つくくりにし、前に一度折り返す。そのままもう一度後ろに折り返してもっといをかけ、手柄を上からくくりつける。 タブは張り出さずに自然にまとめる。全体的に柔らかい丸みを帯びた、いかにも型の町娘らしい可愛らしい印象の曲げになる。ABC 金沢康隆、江戸結発誌。青がいる某。ピアニッシモ371。ISBN47 億9050万5081。東洋紙のケツブリ五千三5377号付録。との花。 ピアニッシュも1から8。ありがとうございます。